天堂名古屋にご来場いただき誠にありがとうございます。エンタメ推進委員会ドラ推しのお時間です。1番の組のそしてセンターのあたりご注目ください。やってきました、マスコット界最強タッグ、つば九郎さんとドアラさんです。うわー、今年も動かないか、動いていただけないか、つば九郎さん、ドアラさん、今ちょっと見えたよ、ちょっと動いたよ。ウィズ今日は何ですか、黒子の方がいるんだよ、黒子さん。おう、そうなんです、今シーズン初のマスコット交流ということで、イベント短時間3本勝負対決やるんですね。そのジャッジをするのが黒子さんね。黒子さんは動いてくれるよ、じゃないと話にならない、ね、さあ3本勝負だから後々動いてくれないとつば九郎さん困るんですよ。今日の対決テーマは運動会、綱引きと風船割りとパン食い競争、これ対決するんですよ。知ってました？あなた方がやるんですよ。聞いてます？見えてます？野原さん、今日ちょっと動いてるよね、こらえきれてないのか。あ、リプレイ検証を行います。勝者には優勝メダル、それが贈られるんだ。これをかけての3本勝負、いいメダル用意しましたね。このメダルを見てやっぱりつば九郎さんもドアラさんも相当モチベーションが変わってないですね。つば九郎さん今日2度寝したんですね。情報は仕入れましたよ。ちょっと動揺してるんでしょう。これ結構いろんなところで動画で上がるんですけど、毎年苦労してるんですけど、どうですか、スワローズファンの方、今手振った、今手振ってましたよね、スワクローさん、ドアラさんも今動いたでしょ、どうですか、リプレイ出るんですか、はい、勝負です、この勝負、我々の勝利です、ありがとうございます。というわけで今日は3番勝負、このあとすぐまず1本目ですね、皆さんどうぞご期待ください。綱引き風船割り短距離競争です。短時間3本勝負対決、どうぞご注目ください。始まるのか。
決。結果は黒子さんどっちですか？引き分けでした。しばらくやっといてください。次回は3回の裏終了時、風船割り対決です。どうなることやら。今年もやりたい放題の期待たい。つば九郎さんとドアラさん、ありがとうございました。せっかく食パンにしてきた。Oh,
結局静止芸になっとる。さあ黒子さん、引き分けですか？引き分け。ということはこの3本勝負の決着、1勝2分け、つば九郎さんの勝利です。大きな拍手をどうぞ。メダルが贈られます。おとなしく受け取ってください。